ハルグチュク大事とは、北元時代における、モンゴルの皇族、バヤンモンケボルフ死号の父、ダヤンハーンの祖父にあたる、ハラグチャグ大使とも表記される。ハルグチュクは、アジャイ大事の息子アクバルジジノンの息子として生まれた。アジャイ大事には、トクトアブハ、アクバルジ、マンドゥルンという三人の息子があり、このうち、トクトアブハは、ドルベンオイラトの統治者、 エセン大使に衰退されて、タイスンハーンとして即位した。タイスンハーンの即位に伴って、アクバルジ、ハルグチュクフ氏も、オイラト内で繁栄し、ハルグチュクは、トゴン大使の息子、エセンの娘をめとるまでになった。トゴン大使が亡くなりその息子エセンが、ドルベンオイラト指導者のチート大使の称号を受け継ぐと、タイスンハーンと協力して、土木の変を引き起こすなど、 さらに勢力を拡大した。しかし、やがてハーンでありながら、絶対的な権力を有しないことに不満を持つ大寸、ハーンと、傀儡ハーンであるはずの大寸が、自らの統制を離れつつあることに、危機感を抱いたエッセントの間で対立が生じ、ついには、両者が、軍事的に衝突する事態に発展した。モンゴル年代記によると、 タイスンハーン率いるモンゴル軍とエッセン大使率いるオイラト軍は感下を交えたが決着がつかず、両軍は退陣したままこ着状態に陥った。モンゴル側では、タイスンハーンとアクバルジジノンがオイラトとアギを結ぼうとしたところ、遅れてきた青半部のサダクチンセチェンが、オイラトに対する徹底抗戦を主張し春グ地区も、これに賛成したが、タイスンハーンは、この意見を却下した。 この後、大ンハーンは、自らの下から脱走して、アクバルジジノンの下に身を寄せていたアラクチュとの茶岩を、返せとアクバルジジノンに要求したが、アクバルジジノンは返さず、そのため、大ンハーンは力づくで、茶岩を取り返してしまった。この一件で、アクバルジジノンは2位、大ンハーンに対する不満を募らせた。一方、オイラト側では、 テレングス部のアブドラセチェンがモンゴルに罹患工作を仕掛けることで、モンゴルの内部分裂を誘う計略を立案した。この計略を実行するにあたって、アブドラセチェンは、大数ーンは賢明だから見破るであろう。アクバルジジノンは愚かである。彼を騙してみよう。邪魔なのは、彼の息子ハルグチクだ。見破るであろう。彼を、いかにして騙そうか。は運に任せようと語り。 アクバルジジノンの懲悪を訪れた。アブドラセチェンはオイラトがアクバルジジノンを高く評価していること、タイスンハーンがアクバルジジノンを不当に礼遇していることを語り、オイラトに味方するよう説得した。アクバルジジノンはかつて、ジノンに就任した時タイスンハーンが、盲目の黒いラクダに乗らせたことや、荒口との茶眼を奪われたことを想起して、タイスンハーンに対する怒りを募らせ、ついには、 タイスンハーンに対する離反を決意した。アクバルジジノンの相談を受けていたハルグチクはこれを聞いて、タイスンハーンを裏切ってオイラトに味方すれば、名誉を失うことになると反対したが、アクバルジジノンはこれに耳を貸さず、死者を派遣してオイラトに味方すると伝えた。アクバルジジノンの裏切りをきっかけとして、モンゴル軍は大敗し、タイスンハーンは殺された。オイラトは、 大数ハーンを殺し、モンゴルを併合することに成功したものの、アクバルジジノンはその汚いやり口によって、モンゴル人からも、オイラト人からも嘲笑を受け、アクバルジジノンは、ロバになった、語られた。一方、アブドラセチェンをはじめとするオイラトの有力者たちは、斧が部族を思わざりし人、我が部族を考えるや、 おのが国を思わざりし人、我らが国を考えるや、おのがなお思わざりし人、我らがなお考えるや、自らの火に水を入れたり、我らが火に油を入れたり、これは誰に、全記事のなりや、著者不明、黄金しずなと語り、悪悪悪事児の恩んと、春グチュク大事の不死を殺そうとした。江ン大使は、自らの娘が春グチュクに嫁いでいったため、春グチュクは除名しようとしたが、 アブドラセチェンの反対にあって断念した。そこで、オイラトは、アクバルジに、ハーンに即位して、ジノン号は、エセン大使に譲るよう勧め、ハルグチュクはこれ反対したが、アクバルジはこの勧めを受け入れ、ハーンに即位する式典の中で、アクバルジジノンは、オイラトに暴殺された。ハルグチュクは、父に反対して式典に参加しなかったため暴殺を、免れ、 自らの残るである長忠を派遣して父、アクバルジが殺されたことを知り、すぐに逃げ出した。これを悟ったオイラトが30人の追手を差し向けたため、ハルグチュクと長忠の二人は、温言派やハブチャガイという地に立てこもった。まずオイラトのシルビスのバートル・トゥリンという者が二重に、鎧を着込んでやってくると、長忠がこれを射殺した。次に、 トルグートのチレクトルゲンが三重によろよ、着込んでやってきたが、今度は、ハルグチュクが心臓を狙って射殺し、他の者たちは逃げ出してしまった。そこでハルグチュクたちは、エセンの持つ馬を盗み出し、ハルグチュクは、ブーラガブシャクという黒馬に乗り、ナガチュは、エレメクシルガクチンというクリゲの馬に乗って、特目を目指して逃げていった。ハルグチュクは、特目で、アクモンケという人物に気に入られ、 そこでしばらく暮らしたが、悪モンケの弟、イエクシモンケがハルグチュクに嫉妬して殺害してしまった。同時期、エセンは、自らが、ハーンに居つくために、多くのチンギス関西を殺戮したが、自らの娘セチェクヒシとハルグチュク退治の息子バヤン、モンケのみは、殺戮を免れて生き残った。バヤンモンケからは、バトモンケが生まれ、ダヤンハーンの知性にモンゴルは、再興を果たした。 また、明朝の漢文資料によると、影安三年に、徳と阿部派と対立したエセンがこれを殺して、外政や八丁王的男を藩に擁立しようと、企んだこと、同年九月には、脱脱不可王的弟男、徳と阿部派の弟の息子イコール,ハルグチュクが亡くなった、ことを記している。この記述から、一連の事件及びハルグチュク退治の死が、 生じたのは1452年のことであると確認される。ありがとうございます。